こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今日は三拍子の基礎をやっていきたいと思います。三拍子はですね、ワンツーワンツーワンツー、この二拍子のツーワンツーワンの間にもう一個入る感じ。ワンツースリー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 、だからレガートにもう一個足して頭に到着する感じで、これ古いスタイルだとマックス・ローチ・クリフォード・ブラウンの、あのバルス・ホットっていうのが多分初めてジャズで三拍子を取り入れたんではないかなと思われるんですが、あの時はブンチャッチャ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 というふうに踏んでいますが、このスタイルで踏む人もいるし、僕は使い分けますが、比較的これをやるとちょっともさくなるので。三拍子で三拍子を叩いてって言われたら2拍目だけにハイハットを踏む方が通常ですので、こっちを練習してから後でこっちを練習する。エルミなんかもこの2拍3連のやつね、この2拍この2、3を踏んだりとか。ですよね、このズンチャッチャでいきながらこうまたいでいくとかっこいいんだけど、結構難しいので、で結構慌ただしくなるので、基本的にはっていうのが基本だと思ってください。で、頭クラッシュしてワンツー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 、足を全音符で踏むときはベースが白玉で全音符を弾いてる、要は3拍、普天2分音符ワンツースリーワンツースリー弾いてるときは足を添えてあげていいです。これもなくてもいいかも。で区切っていくっていうのが基本で、バスドラと、これ2ビートと一緒ですから、ステージ2ぐらいの方はというふうにリズムを刻んでもらえばいいですが、ベースが四分音符でラインを組み始めた時にこれをやると妨げるので、これベースが弾き始めたら基本やめます。で、実際にテザリングっていうのをこう軽く踏んだりするんですが、絶対遅れるので、皆さん普通は、これタイミングがハイハットとちょっと違うので踏みにくいです。なので基本的にはもうベースが4ビートに行ったら邪魔しないように足を踏まないっていうのが基本ですが、上級者の方はトライしてくださいというのが基本のパターンになります。で、ステージ1の方は シンバルレガートの1裏と一緒で、っていうのを打ってみましょう。というのが左手が前の手で入りつつ、この8小節ごとにフラッシュで区切っていくっていうのが、スタイルですが、三拍子結構早いので8小節ごとではなくて16小節単位でこう区切った方が、パラグラフを区切った方がいい場合もあります。テンポが早かったりすると、16小節単位で全然いいかなと思います。その分だから8小節目のとこは合いの手入れたね。で、16のとこはそういう風に区切ってあげるといいかなと思います。三拍子に関しては、大事なのは2と3が同時混在するっていうところが、ここがすごい大事なところなんですね。で、1拍半って言って、タン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 、3連符で書くとこのように5対4にはなるんだけど、ワンツーワンツーで大きいワンツーが聞こえてくる。これは足でも、タイプと。で、シンコペーションの仕方は2種類あって、本当は3種類あるんですが、とりあえず今日は2種類
裏から3に向かって、こうするとゆっくり進行していく感じ。ワンツースリー、ワンツースリから3になるとタン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 スピードが上がるでしょ。タン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 に今度3からになると今度はまたそれでシンコペーションでスイングするので、こういうこう相互上効果でブランコ効果って僕は思ってるんですが、こう引っ張ってこう引っ張ってこうだん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 スイングしていく感じ。これを交互に漕いでいく、要はこればっかりじゃなくて、変化をつけるのに1裏から。といった動きができるとかなり3拍子の大きくまたいでいく感じっていうのができると思います。シンバルレガートでのこの一拍半そんなに難しくないと思うんで、頑張って練習していただければ、ここら辺が、まあ、3拍子の基礎編になりますので、一拍半ね、このタイプ3つをしっかり覚えていただけると、こう行ったり来たりできるようになると、バッキンが非常にコンピングがすごい楽になると思いますので、この感じで練習してみていただければと思います。以上です。ありがとうございました。